60代男性が泣き崩れるレベルの人格否定。エグザクトマン。ベチ、白金への強烈な侮辱を発する。じゃあそれとなく会長に伝えておきますよ、脈なしだって。本日の勝敗、かぐやの勝利。ジンジン、お願い、もうやめて、お願いだから。かぐやさんがゲラゲラ笑ってる。藤原、夢叶う。藤原さん、やめてくれるわよね。やめるはず。いっそ勉強しないという選択肢もありますよ。嘘である。そうだな、俺も試験前は3日ほど勉強せずに座禅組んで精神統一してる。これが効くんだわ。嘘である。なるほど、わかりました。私勉強しません。すかさず私の水着で会長を